僕たちはいつも一緒だった。同じ時を過ごし、同じ夢を抱き、同じ人を好きになった。共に笑い、共に泣き、喜びも悲しみも共に分かち合ってきた。僕らの思いはいつだって共にあったから。しかし僕らはいつか道を違えてゆく。ディオス、僕らはもう同じ道を歩んでいけないのか。ロギ、俺が終わらせてやるよ、この憎しみの連鎖を。錬金術の力で。やめて、どうして二人が戦わなきゃならないの。なぜだ、何がお前を変えてしまったんだ。三人黙れ。たとえ世界の秩序が崩れ去ろうとも、俺がこの世界を救ってみせる。お前は間違ってる。錬金術でこの世界は救えないんだ。この世界に変わらないものなど何一つない。あるとするなら、絶対的な力が正義となる世の断りだけだ。なぜだディオス、全てが変わり続ける世の中で変わらずにあり続けるものがある。それは僕たちの絆だ。理想だけでは何も変えられない、そう気づかされたんだよ。俺たちは騎士だ。信じる道が違うというなら、その剣で証明してみせろ。守るんだ、大切な者たちを。この力で全てを断つ。僕はお前を本当の兄弟だと思っていたんだ。ディオス、愛する兄弟よ、これで終わりにしよう。違うわロギ、気づいてきた絆に嘘はない。あなたたちは今も昔もかけがえのない兄弟なの。
れないで。愛情は決して色褪せはしない。あなたたちを思う、この私の気持ちのように。悠久のと我が祖国ラーストリス公国が滅亡し早20年。森に隠れ沼の水をすする日々を強いられてきた。だがその苦渋に満ちた日々もようやく終わる。憤怒の力をもって非道の属国エンビリアを駆逐するのだ。お前がラーストリス公国三傑唯一の生き残りブラド将軍だな。何？このオルドリン砦から反乱を始める気か。そうはさせない。このガキいつの間に。よし、かかった。ディオス呼んだら意味がないだろうが。な、草原の紋章小僧ども、クローリー家のものか。エンビリア王国草原騎士団団長ジーク・クローリーの嫡男ロギ・クローリーだ。同じくディオス・クローリー。まあ作戦通りってところだな。褒めてやるぜロギー。初陣で雷豪将軍ブラドをやれればこれ以上ない大手柄だ。滞在人ジークの血を引く者どもか。いいだろう、祖国復興の初戦にふさわしい相手だ。貴様らの血を反撃の狼煙と変えてやろう。
ラーストリス三傑に数えられし雷豪将軍ブラド、いざ勝負。我が王族を皆殺しにした結露ジーク、その だが反乱の灯火はくべられた。我らのフンドは必ずや大陸を包む炎に。待てディオス、何をする気だ。決まっているだろう、加工を断ち切るんだよ。これで終わりだ。やめろ、無駄な血を流すな。彼らは捕虜にすべき、城へ連行してその企みを吐かせるべきだ。バカな、憎しみの連鎖は余さず断ち切る。ラーストリス滅亡以来なされてきたことだ。だけど争いは絶えていないじゃないか。そのやり方は間違ってる。争いを長引かせるだけだ。黙ってろロギ、平和を脅かす不忠の者どもに躊躇は無用。おお、思い知れ憤怒の力を。なんだあいつは。あの邪剣はまさか氷蛇将軍ネビル。ラーストリス三傑のバカを言うな。ネビル将軍は前の戦争で撃たれたはずだ。ジーク、パトリックに死を、エンビリアに終焉を。あいつの体に走る光の筋は。逃げろロギ。何、二人でやられるよりはマシだ。
奴は俺が引きつける。お前はこの状況を父上へ報告しろ。ふざけるなよ。どんな状況でも二人で生き延びる。絶対にだ。このバカ。一度言い出したら言うことを聞かない。まったく困った兄弟だ。ならば覚悟を決めろ。絶対に生き延びるぞロギ。当たり前だ。必ず生きてアガサの元へ戻る。行くぞディオス。ここはなんだこれは。真理の扉、魂に審判を下す場所。何者だ。我はウロボロス、真理と世界をつなぐ運命の見届け人。ウヌラに魂のつながりを見た。ウヌラには力を持つ資格がある。力を持つ資格。待ってくれ、これは一体。世が揺らぎ、未来の見えぬ今、力はウヌラに平穏を与えない。運命は荒れ狂った激流となり、あまたの人々を飲み込むであろう。力なくして人類に平穏は訪れん。だが力の意味を知らぬ者に真の力が与えられることはない。力？何なんだその力とは。ウヌラに問おう。力が欲しいか。全てはウヌラの意志に委ねられた。僕は力が欲しい。この愛しき世界を守る力が。俺は力が欲しい。この悲しき世界を変える力が。よかろう。今ここに真理の契約は結ばれた。ウヌラの意志が目指す未来、その先に世界はどのような審判を下すのか。答えは扉の向こう側にある。あがけ人間どもよ。そして揺るぎなき真理を導いてみせよ。この力は。間違いない、錬金術だ。どうやら俺たちも奴らと同じ力を手にしちまったようだな。ネビルの体にも光の筋が。奴の強さの秘密が分かったぜ。奴は錬金術でネビル将軍の魂から錬成されたファントムだ。
まともにやり合っても勝てるはずがない。だが同じ力を手にした今ならネビルに勝てる。ああ来い、ナースの亡霊、あの世へ送り返してやる。うわあ、俺の出る幕はあるのかな。勝利は僕たちの絆の証明だ。魂の輝きが増したようだな。やった、初陣でラーストリス三傑を、しかも二人もだ。クロウリー家のガキども、まさか奴らも錬金術を。宗主国の犬となり錬金術を借り出してきた者どもの末裔が禁忌の力に手をつけたが、果たしてその先に待ち受けるのは栄光か、それとも身の破滅か。運命の歯車は回り始めた。混沌の時代の幕開けだ。バベルの塔を望む大地、バベル大陸。ニムルとエンメルが編み出した錬金術は、時を経てこの地を揺るがす脅威と化していた。大陸の覇権をめぐる国家間の戦乱の道具となり果てていたのである。その甚大なる被害に人類存亡の危機を感じた大陸諸国は、ノーザンブライドを宗主国とした七大国同盟を結び、錬金術を禁忌の術と定めた。以降数百年の間、バベル大陸に七つの国家が微妙な均衡を保つ仮初めの平穏が訪れる。大陸歴911年、突如としてその平穏が破られる。西方の憤怒の国ラーストリスが錬金術を軍事力として復活させたのである。七大国の盟約を破棄した諸行は瞬く間に大陸全土を不穏な空気に包み込んだ。事態を重く見た他の六大国は隣国エンビリアを先陣とする連合討伐軍を結成。ラーストリスは滅亡へ追い込まれ、錬金術は再び日の当たらぬ闇へと封印された。それから20年の時が過ぎた現在、大陸の動乱に呼応するように禁忌の術の封印が解かれようとしていた。人々の意志は
神々の石に翻弄される。初陣にしてラーストリス三傑に数えられしブラドを討つとは、さすがは名門クロウリー家の子ら、見事というほかあるまい。もったいないお言葉、ありがたき幸せにございます。へい、過分な称賛はこやつらのためにもなりません。まだまだ見習いゆえ、甘やか良いではないか。我が国としても喜ばしいことに違いない。その無鉄砲なまでの気概、若き日のお前を思い出させる。ラストリス戦争の英雄であるお前の教えが見事に継がれている証だ。恐れ入ります。してジーク、ラーストリスのハントが錬金術を用いたという報告、お前はどう見る？あり得る話ではないかと。バベル七大国同盟が定めし大名役マグナコード、そこで禁忌とされた錬金術を復活させたことにより、ラーストリスは殲滅されたのですから。ラーストリス滅亡とともに根絶されたはずの錬金術が密かに受け継がれていたと。大陸で錬金術の使用許可を持つのは聖教騎士団のみ。ガビロンド、そこに通じる、お前はどう見る？未だラーストリスで錬金術の存在が見え隠れしているのは事実。彼らの報告が真実ならば、早急に目をつむべきと存じます。禁忌の術を操る術師を掲げ、反旗を目論んでいるということか。おそらくはロギ・ディオス両名を筆頭に旧ラーストリス領内をくまなく捜索、ハントが認められれば即座に殲滅。そこに錬金術の痕跡あらば、マグナコードに乗っ取り聖教騎士団を招集し鎮圧すべきかと。ジーク、コラと共に総援騎士団を引き、ハントの動きを探るのだ。扉、魂に審判を下す場所。
を開くがよい。贈り物か。どれどれ。いらっしゃいませ。この時期になるとどうしてもお腹が空いちゃうんですよね。ダイエットしたいのにな。また買ってくださいね。またのご来店をお待ちしております。Huh?
やっぱりあなたたちには私がついていないとね。腕が鳴るわ。ジークお父様、やれやれ。俺の出る幕はあるのかな。みんなに手出しはさせない。守るんだ、大切な者たちを。悪いが手加減はしないぞ。みんなに手出しはさせない。私の本気。
守るんだ、大切な者たちを。魂の輝きが増したようだな。魂の輝きが増したようだな。